どうもこんにちは、平井博明です。今回はですね、フックボールについて解説していきたいと思います。フックボール打てたらかっこいいとか憧れを持たれてる方結構いらっしゃると思います。僕もすごい中学校高校の時なんてフックボール憧れてフックしか打ってなかった記憶があります。でもその正しい打ち方だとか、正しいクラブの動き方を知らないとフックボールっていうのはミスショットが多く出たりとかしますので、今回はそのフックボールを打つためのクラブの動き、体の動き一つ一つ細かく解説していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。早速ちょっとフックボール打っていきます。フックボールというか、まあ軽いドローボールですね。そんな悪い球じゃないんですけども、このフックボールというのは2通り打ち方があるんですよ。同じフックでもアドレスでこう構えてフェースはターゲット向きます。それでこのフェースを意識していただいて、軌道は飛球線にまっすぐ、この軌道に対して少しこう手首のリストターンを加えてあげてフェースを開閉させながら打ってあげる。ゆっくりやるとこういう感じですよね。ちょっと見えてますかね、ヘッド見えてますかね。こういう感じでフックボールを打つのがまず一つ目で、二つ目に同じくフェースはターゲット向いて、フェース今度こうローテーションさせないでインサイドアウトにこういうふう、手でやった方が分かりやすいですよね。こうやって構えてたらさっきのはこうやって打つんですよ。1つ目の方はで、今やってる2つ目の方っていうのはフェースがターゲット向いててこういうふうに打っていく、フックボール。これ2パターンが多分ほとんどだと思うんです。でそれは動き方の違いなんですけども、まず1つ目のフェースローテーションをきつくしてフックボールを打つ場合はスイング自体をあまり大きくしないでください。コンパクトな小さいスイングイメージで、こういうふうにフェースローテーションをきつめに入れてフックボールを打つ。2つ目は動きを大きくします。フェースローテーションを加えないのでこういう動きですよね。フェースは必ずずっとターゲット向いたままインサイドからアウトサイドにこう擦るようなイメージで打ちますので、スイングのイメージは大きく動く。ああいうふうにこうちょっとこうスライドさせるようなイメージですね。この2つがフックで多いと先ほど言いましたけども、これは両方打っていただいて打ちやすい方がいいです。どっちがどうだからっていうものではないので、自分がイメージ通りの球が出やすい方の動き方でフックを打っていただいた方がいいと思います。フックボールを打つときにポイントとしてボールの位置なんですけども、なるべく自分が構えたいボールポジションよりも右足寄りに置いてください。なんで僕は通常これ今7番アイアンなんですが、7番アイアンの通常の位置が僕ここなんですけども、フックボール打つときはボール1個半中に入れます。それでフェースターゲット向かして打つ。でなんでこういうことをするかっていうと、僕のフックボールのイメージというかフックボールを打った球へのお願いというのは、自分が思ったところよりも左に行き過ぎないでっ
ていう思いをすごい込めて打ちます。なので右に行く要素をたっぷり入れて右に行かないように思いっきり返すっていう矛盾なショットを打つのが僕のフックボールへの思いなんです。もしかしたらやりすぎたら左行っちゃうかなっていうと思いっきりフックボールが打てないんですね。なので右に行く要素をすごく入れたいのでボールを右に置いてすごい右に押し出せばすごい左に返ってくるっていうだけの球が出るっていう感じなんですよ。なのでもしかしたらやりすぎたら左行っちゃうかもっていうのが怖いのでそれをなくすようにボールの位置をずらしてます。あとはですねめちゃくちゃ大事なことを一つだけやってるんですけども言おうか言わないか今迷ってるんですがせっかく動画撮ってるんで言います。フックボールを打つときは10対0です。右手です。10-0で右を使います。左を使ってフックを打つことは僕はないです。なんていうんですかねクラブをこうやって使いたいんですよ。とにかくヘッドがすごく動くのがフック手元がすごく動くのがスライスっていう風な認識で僕は打ってますので今回はフックボールなんでヘッドがとにかく動かなきゃいけない。こうですよね。こうですよね。めちゃくちゃ右使いますよね。なのでもう 10-0 で右なんですよ。こういう感じなんです。とにかく右手を乱暴に使うようなイメージ。右で上げて右で打つでその打った感じをすごく伸ばして打ちたい方向要はフックなんで打ち出したい方向ですよね。右サイドに右手を伸ばしていけばフェースはターゲット向いてますので勝手にボールが左に戻ってきます。それがすごく簡単に打ちやすいのが右が10左が0で打ってるっていうのが僕のフックボールの打ち方です。ちなみにフックボールで左が勝ってしまうと僕のイメージですよこういう感じ左をリードして打ったらリードの仕方がちょっと分かんないんですけども前その右と左どっちが強いですかっていう動画前撮ったんですけどもその時に左手リードするんであれば必ずこのターンの動作をきっちり入れてくださいねって言ったと思うんです。その動作がめちゃくちゃ強くないと左手リードでフックボールっていうのはなかなか打ちづらいんですね。なので今回も同じですけども左手をリードして打つ方でフックボールを打つんであれば相当なターンを加えてあげて左手リードで打ってあげる必要があるんです。それよりも本当に左手添えて持ってあげて右でリードしてパンって打ってあげた方が簡単にフックボールは打てますのでそのイメージを持ってあげた方がいいです。フックボールのこの打ち方というかそのボールへのイメージの伝え方ですよね今回解説していきました。本当に球をですねこう意図してこういじったりいろいろすることはすごく大切なことなのでフックに限らずスライス高い球低い球なんかも練習場でいろいろ打っていただいた方がいいと思います。では今回はですねフックボールについて解説していきました。最後までご視聴ありがとうございます。